ニットガルまで遠かったでしょ。ダチョウ豆、恐ろしい食べ物だぜ。まだ歯がズキズキするよ。コンドルフォートやってく？あれ、やらないの？カメドラク。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな。チラシ？おやおや、カメドラクのチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。お、ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。カメドラクミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、マコーロの事件がありまして、ウータイのことを快く思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へえ。いやー、まいったまいった。しかし、これは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだ、お嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか。実は私、コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。さあ皆さんもご一緒に。カメ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 。一気に広まったよね。よっしゃ、カメ発見。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。どこにいるんだ。気をつけろよ。亀道楽の気配がする。
兄ちゃんのお通りだよ。
亀道楽が私を呼んでいる。亀が浮いてる。これぞ忍びの力。何やってんだい。キャバ、そのチラシがどうかしたかい。いない顔だね。最近亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけど、その仲間かい。何でも屋の追っかけじゃないだろうね。顔はあれだからわからなくもないけどさ。はあ、でもやめときな。ありゃとんでもなく面倒な男だよ。よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと。本心は見せないだろうね。いるんだよそういうのが。こっちがあれこれ気を回してやって、やっと。私違うんで。じゃあなんだい。迷子です。でももう大丈夫。最後のチラシゲット。そんじゃカメおじさんのところに戻ろっかな。へいへい。おお、お嬢さん、チラシを集めてきてくださった。1カメ、2カメ、3カメ、4カメ、5カメ、6カメ。素晴らしい。お嬢さんがキャンペーン達成第1位。
私の手にかかればこれぐらい余裕だね。ああそうだ、これ差し入れ。これはダチョウ豆ということはお嬢さんも。なるほど、お忍びというわけですね。本当ならうちの店で酒でも酌み交わしたいところですが、お忙しいようですな。それに酒を飲むには人年齢が足りませんな。もう少し経験を積まれた暁にはぜひ亀道楽ミッドガル支店にお越しください。とびきりの料理と酒を用意してお待ちしてますよ。ララ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 ラ中は何事もなかった。ユフィは忍びなんだよな。やっぱ修行ってつらかった。コンドルフォートやってく。練習しようよ。ニュースばっかり。私も一緒に行ってれば。聞いてくれ。私お手伝いしようか。何の昨日さっきから同じニュースばっ遅い。いくらなんでも遅すぎる。誰か待ってるの。ああデート。違うし。って誰。悪いけど話しかけないで。今機嫌最悪。セブンスヘブン今日は休みか。サブのデリバリーで仕入れた。今日かな。あの子が着てるモーグリだ。ああが止まってばっかり。協力者を選定中。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし。うん、まずまずの逸材です。君何ブツブツ言ってんの。僕はチャドリー。よろしければ
僕の研究に協力していただけませんか？私はユーフィー、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。準備ができたらいつでもお声掛けください。そろそろソノン帰ったかな。中堅スタンプのお使い始まり始まり。ワン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 。僕の名前はスタンプ。今日は隊長の命令で夕食のパンを買いに行くんだ。街に飛び出したスタンプはパンのいい香りを目指してズン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 。ミルクやハムやケーキには目もくれません。スタンプは自慢の鼻を使って町で一番のパン屋さんを見つけ出します。そうしてとってもいい匂いがするパンを手に入れました。任務を達成したスタンプ。電暴走のマーレさんは ただいま。おかえりソノン。ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。な、何？父上に似ていないと思ってね。初めましてユフィ。俺はソノン草壁。五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の街で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ？私の相棒が親父みたいだと最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。うん、ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。
上でモンスターが揃い。どうどう、私の実力。恐れ入ったよ。